チャオあっちゃんです。ね、この世の中にね、話がなんていうのかな、通じない人っていうのが結構いててね、なんでそんなにね話が通じひん人ってこの世の中多いのかなと思ってよく考えたらね、賢いふりしたバカっていうのがこの世の中にはいっぱいおるんちゃうかなと思うよ。でもちろんバカのふりした賢いもおると思うよね。でこれ昔あっちゃんちょっとね話したと思うけど、この世の中には、賢賢とバカバカ、それとバカ賢と賢バカっていう4種類の生き物がいてるって話したと思うね。これちょっとね思い出しながら軽く話していくとね、賢賢っていうのは頭も賢いけども対人として賢い話をする人、バカバカっていうのはほんまに頭が悪いんだけど私はバカですよって認識しながら話する人、まあ、この2人っていうのは、うん、まあ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 そういう人たちは思うんだけども、その中でね一番ね、まあ、分かりにくいのが頭が賢いねんけどバカのふりしてる人、これちょっと立ち悪いね。もっと立ち悪いのが頭バカなくせに賢いふりする人がいるけど、この世の中ねそのパターンが多いのよ。実際賢賢なんてこの世の中、ね、ほんまにごく一部しかおらへん。でバカバカっていうのもまだごく一部しかおらへんけど、大体賢かバカしかおらへんわけやこの世の中には。でその中で賢いんやけどバカのふりする人っていうのが意外と世渡りの上手な人やねんけどもね、これ意外とね見つけにくいね。で見つけた場合はすごいいい、なんていうのかな、ビジネスパートナーになったりね、メンターになったりねとか、友達になったりするとすごいいいブレーンやけど、逆が立ち悪い、 いやバカなくせに賢いふりする人、これが立ち悪いねんけど、これを見抜く方法っていうのをね、ふとあっちゃんと考えてんけども、お話していきたいと思います。今日の本題、ここからです。まあね、バカ賢と賢バカの話やねんけどもね、世の中ね、話が通じひんのよ。バカ賢の。バカなふり、バカやねんけど賢いふりするやつっていうのはね。で、バカやのに背伸びして賢いふりしてるから、話自体、全然通じてない。で、物事の考え方っていうのはね、もう善悪二元論でしか話できへん人が多いんよ。で、あっちゃん結構ね、よくおって、善悪二元論でしか話できへん。これはいいか悪いかで話できへん人が多いって、ちょっと前に話したと思うんだけど、よくよく考えたら、ここなんちゃうかなと思うね。だから、マニュアル通りに。だから、しか物事が見れない。例えばあっちゃんが動画を出しました、まあこれあっちゃんで例えるかややこしいねんけどね、まあ自分のことやからね、まあ、うちの視聴者さんやからそういうところが一番わかりやすいかなと思うけど、まあ、動画を出しました、でもその動画が全てやと思って、ああやこうや言うてくる人、これってねもう善悪二元論なんで、で、あっちゃんがやってること自体もう悪かのように言うてくる、それは全てが分かってもない、ただ単なる数分の動画だけ見てどうやこうやって言ってくる人っていうのはもうね本当にね賢い、もうコメント見たらこの人賢いんかなってぐらい正論書いていくんだけど、これってねバカのくせに正論書いてる、賢ぶってるただのバカやとあっちゃんは思うのよ。だからこそその二元論でしか物事言えへんでね。で賢バカの場合は自分は賢いんやけどそれを隠してバカのふりしてんねんね。なかなかこういう人っていうのはね、バカになれる人ってかなり賢いと思うね。なかなかね、そういう人も珍しいんやけどね、見つける。もう世の中賢い人って少ないんやけどね、やっぱりね。バカの方が多いのは多いね。で、バカやったらバカなりに私バカですって言うてる方が可愛げもあるしね。だから、私はバカです。だからわからないから教えてねって言ったら、やっぱり吸収力があるね。バカのくせに賢いふりしてるやつっていうのは自分が賢いと思い込んでるもんやから人の話を聞こうとせえへんのよ。だから理解力がないからスカタン聞きよんねんね。でスカタン聞くからスカタン話すね。で間違えたことだけが一人歩きする。もう典型的なのが掲示板の中で人をバカにしてるやつらっていうのは自分の小さい耳クソみたいな頭の中で一生懸命考えて理解力もないのに聞いてきてスカタン聞いてきてそれをさも正しいかのように書き込むねん。またそこにおるやつはバカやからそれを信じて自分は正しいと思って正論を書き込むねん。でそいつらがバカの連鎖で話がもうあさっての方に話がいってんねん。そんな話もしてないのにさもそれが真実かのように語られてそれを真実やとまた思い込む何も考えてんやつがおんねんね。それは何かって言ったらマニュアルで生きてるから、
レールの上を歩いてるから、とんでもないイレギュラーが来た時に対応できへんやつやったあっちゃんは思うよ。だから、なんていうのかな、突発的な出来事の時パニックになるようなよ。だから人にアンチコメントしてきて、だこっちかはひるむであろうって思ってるけど、とんでもない反論、それもね、あの明後日の方から反論パーン投げかけた瞬間にパニックになるよね。そうなったら何になるのか、やったらコメント妖怪さん逃げよるわけよ。そうか、発狂しよるわけよ。大体もうキモいとか、もう一番アホの代表、もう追い詰めて追い詰めて、もうそいつをカオスな状態までバーン押し込んだったら、頭がプチョンと切れてしまうよね。キモいとかバカとかおもろないとか、もうそういうもうバカが絶対に言うであろう上等句で反論してくるのよね。そういうやつは何かって善悪逃げるのよね。善でも悪でもないグレーっていうのが分からへんのよね。その英霊がこの LGBT 法案で出てきた話であって、男か女かの二元論で語ってて、 LGBT っていうのは完全否定やね。だから体が男やったら心が女であるが、それは全部男やって言うんよね。ほんだ男の体の心が女であっても、トイレに入ってきたらそれは犯罪を犯す。だからもう男の体で女子トイレに入った時点でもそれは犯罪者、犯罪を犯すものっていう認識でしか語って、そこに二元論しかない、そこに関わってくるっていうのは、要は LGBT 法案ですっごいね、バカ賢いっていうのがすごい、バカなくせに賢いふりしてるやつっていうのが思いっきり露呈されたなと。この世の中で何にも考えてへんようなやつらがそれにギャー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 騒いでるなっていうのをあっちゃんも見て分かったのよ。当事者やからこそ分かるってやつやねんけども、やっぱりね、いろんないろんな経緯があって、いろんな経過があってそういうことが起こってる。人間なんて10人あったら10人全部が違う。それの考え方全てをよく見極める、それをもう善か悪かだけでしか見れてない人やねん。ほんまにバカが多いなとあっちゃんは思うのよ。それが分からん人間って本当にバカやねん。でもそれを分からんから私はどうか分からへんねんっていう人はバカやねんけど、自分はバカやっていうから吸収しようとしてるから、それはすごいいい人やねん。だから伸びしろはあんねん。でもバカなくせに賢いふりするやつ伸びしろゼロなのよ。だからバカやのに賢いふりしてるからスカタン聞いてスカタンな検討していくんねん。だからトランスジェンダー法案ができてって、誰もね、あれ国はね、トランスジェンダー法案、LGBT 法案が出てきた時に、体が男で心が女の人はお風呂に入ってとか、そんな法案じゃないわけよ。でもそうじゃないのかなって思い込んで言うたやつを信じて鵜呑みにして、みんなそれだけ一人歩きしてるわけでね。それが LGBT 法案だけじゃなく、アンチコメントでもそうやし、ああいうバカみたいな掲示板でもそうやしね。でまあね、他の配信サイトで配信しながら喧嘩してるやつらもみんなそう。大体みんなも善悪二元論で語ってるわけ。そこにグレーっていう選択肢はないのよ。だからあっちゃんがアンチかファン、好きか嫌いかでしか物事言ってない。だからあっちゃんこの前アンケート取ったでしょ。いかにあっちゃんが取ったアンケートの中に日和見が多かったか。日和見っていうのはどっちつか、ファンでもなきゃアンチでもない、あこれええなと思ったらファン寄りになって、あこう応援するパチパチパチグッドマーク、あこれ違うわあんたブー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 ってバッドマーク、いやあなたこれ違いますよって言うとるかと思ったら、あこれはいいねって、こういう日和見さんね、そういう善悪でもそういう人たちが結構多かった。だからファン1アンチ1残り8は日和見やったんよね。これが世の中やね。でも善悪だけで語る、うん、それはバカの証ってことなんです。でやっぱりね、動画、あっちゃん YouTube やって SNS やっとったら、アンチしてくる人間っていうのはまあ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 100、10人おったら10人とも言ってくれ、10人中 9.99999 人ぐらいまでもう善悪二元論が多い、うん、だからそういうところでバカが露呈してるよねってあっちゃん思うよ。でそういうやつが本当に立ち悪くってね、話を聞く耳を持たへんじゃね、聞く脳みそがないのよ。もう自分が正しいと思ったらそれに突っ走ってしまうよね。だからまあいろんなことが起こるっていうのはこう、そういうことしといて、ひどいことしといて、自分が言われたら被害者ずらするっていうのは自分がしたことの悪さに気づいてないよね。だから善悪逃げるのでかって、自分はもうヒーローになった気分やね。ね、ね、ちょっとしたことで自分が賢くなったと思い込む、もうその時点で頭バカです。はい。この日本でね、
人を裁けるのは裁判官だけやね。のに自分が裁判官になった気分になって人を裁く私刑をするバカが多い。それはもう賢いやつはしない、アホしかせへんのよ。でやっぱり人をねバカにする、配信見てあの人は家が汚いだのご飯まずそうやとか、そういうことを言う人間っていうのはね想像力がないのよ。で想像力がないし、例えば調味料、まあね、何にしようかな、きんぴらごぼうを作りました。なっちゃんは醤油だけできんぴらごぼうの醤油のうまさ、醤油の可能性が知ってる人は醤油だけのきんぴらごぼうを見た時に目から鱗出て、あ、そんなやり方あるんやな、それは美味しいやろうな、やってみようやね。バカは醤油だけで、醤油なら舐めただけの醤油の味しか知りよらへんから、醤油が熱入った時に味も知らんし、要は料理が下手くそやから、そんなことすら知らん、知らんから想像もできへんから見ただけでまずいとか言う。どころかどんだけ美味しいもん作っとっても、もうこの人嫌いと思った瞬間にまずいっていう言葉しか出えへんっていうのは、もうそこにもここに脳みそがないってことやんね、うん、それぐらいもう耳かき一杯分ぐらいの脳みそしか入ってんのよ。そんな程度の人間しかおらんってことやね、善悪二元論っていうのはね。だからそうなのに自分は賢いと思い込んでんのかしらけど、賢ぶるんよね。だいたいね、本当に賢い人、脳ある鷹は爪隠すっていうだけのことあってね、賢い人は賢ぶりません。バカのふりをします。だって賢い人、賢ぶったところで何の得もないんよ。賢いなと思ったら誰にもその人にいろんな情報をくれへんねん。賢いと思ったらその人が引き出そうとしかせえへんわけよ。でもバカぶっとったら情報くれるんよ。だからいろんな情報が入ってくる。バカっていうのはすごいいいのよ。バカで生きるっていうこと。だからあっちゃんはバカになれってよく言うよね。アホになったもん勝ちやってよく言うけど、アホになったもんは勝ちやねんけど、アホのくせに賢くなったやつが一番勝つやねん、はっきり言って、まあ、そういうやつっていうのは世間の迷惑でしかないし、本当にねそういう人たちっていうのは人のに迷惑をかけることしかしない。その迷惑をかける行為をしてて自分は正義の味方で、これは正しいことをしてると思い込んでんねんね。前にもちょっと話したと思うねんけども、通報する人間ってほんまに頭はね、くるみ程度の耳くそちゃうわ、くるみ程度の耳くそみたいな脳みそしか入ってないね。脳みそじょって脳くそやと思うねんやっちゃう。それぐらいのカスみたいなのしか入って、なんでかって言ったら判断ができへん。だって通報することによって一番迷惑かけられるの誰？通報された企業やねん。その企業は飲食店であったら、仕入れてきたものを料理して、美味しい料理を開発して、美味しい料理をお客さんに提供して、そのお客さんから美味しかったよって言ってお代をもらう。それが仕事やね。誰もそこに来た人間のクレームを聞くために費用も時間も使ってないね。ってことは仕事以外のことに労力を使わせてる。それが想像できへんからバカみたいな通報するね。それ通報することによってその企業が良くなるわけない。でもなんで企業はそういうことあったら連絡してねって連絡先書いてあるか言ったら、それを書いとかへんかったらこの企業はダメな企業ってレッテルつけられるのが嫌やから、一応保険かけて書いとんねん。誰もしてくださいって言って、してくる、受け付けるところがあるからクレームあったら言ってきてねっていうぐらい、うちはいい企業ですよっていうことをアピールしてるだけで、それを使ってほしいことないのよね、企業側としてみたら。のにそれが正しいと思ってするっていうのは、想像力もなきゃ自分はヒーローや、自分は正義やと思い込んでる頭の悪い人たちやとあっちゃんは思います。だからそれをあっちゃんはバカなくせに賢いふりをしてるやつやってあっちゃん思うね。だからバカなふりして賢いふりしてるやつのコメント見たらよくわかる。だからあっちゃんはアンチって頭悪いなっていつも思うね。なんでかって言ったら、想像力もクソもない。ただ単に動画を見たまま、誰がね、チャオあっちゃんです、普段からチャオあっちゃんですってピースしとるね、こんな人おりません。でもそれは動画の挨拶やねん。それすらわからへん。なあ、ヒカキンがハローブンブンヒカキンですグキッやってるけど、そんな、あの人37歳おらんって。でもあれは子供とかに受けるようにああいうバカなことをやって、それはあっちゃんはすごいなと思う。頭がいいからああいうバカをぶれるんよ。だから何億って稼げるんよね。でもやっぱりね、お金が稼いだから賢いんじゃない。誰だって仕事しとったら金なんて稼げんねん。じゃあ稼いだからって貧乏臭いやつ見てバカにする、もうその時点で頭が悪いんよ。自分より下に見る、見下すことによってそれをバカにするっていうのはアホしかせへん。賢いやつは自分より下であろうが、その人から、その人もその人の生き方を見て、あ、何かそこから得られるもんがないのかなっていう目で見るから、いろんなものが見えてくるけど、バカにした時点でバカからあなたは情報を引き出せると思いますか？
あっちゃんは思いません。だからバカから情報を得ることはないんで、バカが賢ぶったやつのコメントから情報を得ることはないんで、ブロックさせてもらいますっていうことです。まあ、それがね、あっちゃんはバカと賢の見極めるコツやと思うね。これ世の中、うちの今、動画内だけの話やけど、言うてみたらね、YouTube の中でも、こんな小さい中でも見つけたバカのくせに賢いふりする人間がおるってことは、この世の中にはそんなやつがいっぱいおるね。それを見極めてパートナーにならないと痛い目に遭うね。だから、バカなのに、かわいそうやとかバカやのに賢ぶってるなと思ってくっついたことによってトラブルを起こすね。だいたいバカのくせに賢いふりしてるやつは付き合ってだいたいボロが出るからみんなとトラブルを起こすんよ。だから会うやつとトラブルを起こしてて最終的にトラブルの元やねんね。だからトラブルの元作るやつ頭が悪いってことやね。でそういうやつに限って自分が今まで好きで応援してきたのにその人を自分がバカってバカやから切られたわけやねんけども、それでもやっぱりそこに攻撃してくる、攻撃してって仲間を釣るんだところでまた仲間で揉めるようになってくるよね。そういうバカっていうのは世の中多いんよ。それは掲示板の中にもよくあることやね。掲示板見てね、あっちゃんもう最近は見てへんけど昔見とった時なんかでも掲示板の中でね、掲示板同士で仲良しとんのかなと思ったら喧嘩すんねんね。やっぱりアホっていうのはアホやなってしか思えへん、アホの集まりやなってあっちゃんも思います。まあそういうことにねハマるっていうのはね、本当に頭おかしくやつはあんなとこ行きません。いやまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの、バカなのに賢いふりするやつっていうの特徴のお話でした。ちょっとまだねまとまってないねんけどもね、今日ちょっとこの話を取ろうと思ったけど、これまた今度またいろんな風に膨らましたり、自分の言葉に落とし込んだりしてもう一回ちゃんと話をしようと思うんだけど、今日は軽くねそんな感じのお話をしました。この話良かったよとかね、また続き聞きたいよとかね、面白かったよとかいう応援コメントお待ちしてます。でチャンネル登録してこれからも見てくれたら嬉しいです。この動画面白かったよ良かったよと思ってくれたらぜひぜひ高評価よろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。